私が利用している幕張本郷駅をご紹介したいと思います。JR の改札です。緑の窓口です。券売機があります。今、午後2時ぐらいの時間です。3月8日、金曜日の午後2時ぐらいです。イデオ放送、春の踊り。銀行の ATM、 ゆうちょ銀行の ATM、 こちらが京成電鉄、京成幕張本郷駅です。この数ある京成と JR は並行して走っているんですけれども、この同じ駅にくっついているっていうのはここだけですね。あとはどういうわけだか京成が出会ったのか離れてるんですよ。名橋も津田沼もみんなかなり離れてる。この幕張、一番新しい幕張本郷駅だけが JR と京成がくっついてる。これね、この方が良かったと思うんだけどね。京成もこれで動いてると思うんですよ。向かい側、京成の駅の向かい側にフロントがあります。その隣にファミリーマートがあります。昔これは AOPM って言ったんだけどね、いつの間にかファミリーマートに変わっちゃいました。京成バスのご案内というのがここに載ってるんですね。何分に来るかとか、あとどのくらいで来るかとか分かるんですね。QVC マリンフィールドって昔の千葉マリンスタジアム、そこの掲示板があります。監督が伊藤金に変わったんですよね。伊藤金金メダルを目指せ、伊藤金だ。まあ今年は無理でしょう。マリーンズは2005年と2010年に日本一になってる。だから次は2015年ですね。5年を追うことですから、今年はまだ2013年ですから、まあしばらくあと2年くらいは静かにしててください。ここにあのエレベーターがあるんですね。でこう、こちらが駅の南口、まあ、正面口と言っていいんですかね。そういう風な出口。これが今通ってきた駅、京成の会議ホーム。下がバスターミナルです。向こうからあの連結バスが走ってきたの見えますかね。連結バス。幕張本郷駅独特、まあ今は他のとこでも走ってるらしいですけれども、連結バスというのがあるんですよ。長いバス。全長約20メートルの。バスがマリンスタジアム、最近幕張に通りです。この南口もね、私がこの駅に来た時、どのくらいになるんだろうな、うちの息子が6歳の時ですから、30年前ですね。え、もっと前か、33年前。え、うちの息子が6歳、やっぱり30年までいかないんだ。27、8年前ですけど、その時には駅には何もなかったんですけどね。
ぱいこの千葉銀のビルはありましたね。またここで連結バスが走っていきます。出ていきます。下にドコモの店が見えます。昔はこのドコモの場所が富士屋だったんだよね。今富士屋がなくなっちゃってる。駅前に女性だけの30分フィットネスカーブスというのがありますね。すごい名前ですけどね。こういう名前がついてると本当のブスは来られないという、そういうことを考えてるんでしょうね、きっとね。歩道橋の階段を降りていきます。バスターミナル逆から見てます。1400円で24時間止められる。ここに花の舞があります。昔これなんだっけね、名前忘れちゃったけど違うね、お店だったんだけども、いつの間にか潰れて花の舞になっちゃいました。千葉銀です。向こうの方に千葉工業銀行っていうのがある、見えますかね。その隣のちょっと細長いビル、これが今焼き鳥屋さんが入ってるんですけれども、これ私どもが27、8年前になった時に家を買った時の不動産屋さんが入ってました。スターズっていう不動産屋さんです。それが入ってたビルが今焼き鳥屋になってます。でローソン、ローソンになっちゃったんだね。これ昔なんとか違う店だった。昔ちょっと洒落たね、この建物のままですけども、この三角屋のちょっと洒落た喫茶店だったんですよ。駅前喫茶店、ここでいろんな人とお話をした記憶がありますけども、今はとんかつ和食和定食の店松の屋、牛飯の松屋グループですね。その店になって最初は松屋があったんです。喫茶店の後は松屋があったんです。その次にとんかつの店になっちゃいました。この駐車場に昔プレハブのビアホールあったんだけどもね、なくなっちゃいました。残念です。そば屋は最初からあって頑張ってます。厚み薬局ここないか、カラオケ屋はここだけだと思う。
番営業、ちょっと南米風の建物とかカラオケ屋があります。高校生が年がら年中に入りましたカラオケ屋です。ここに将軍流